雪降ってんだろうか、ちょっとわからない。うえ、え、しょ、雪化粧です。完全に無事に帰れてないわ。もう大変だったんだから昨日マジで。帰り昨日終電で帰ったんですけど、終電終電か、寒、終電で帰ったんですけど、もうやばかったです。なんかいい羽織がないな。新幹線がね止まっちゃって、そう1時間半ぐらい横浜と名古屋の間にいた。大変でした。広島着いたの2時半ぐらいかな、夜の。いやー大変やなーって思いましたね。でも全然快適だった。なんでかっていうと 700系S だったんですよ。 S で S だったらまあちょっと許せるくない S やんって思う。ちょっとテンション上がりつつ、そうコンセントあるし綺麗だし、そうそう、だから6時間半ぐらいかかったかな、東京から広島まで。その後もさゆっくり動くから意外と寝れなかったかな。足なんかドキドキしちゃって。でも動き出してしばらくしたら寝れたけどね。そう、しかもねお菓子をいっぱい持ってて、でお茶も持ってたから全然快適だった。お腹空かなくって、お腹空いてたらもう辛かったけど、お菓子いっぱい持ってたから大丈夫だった。そうでも途中で飽きちゃって、あの待ってることに1時間半ぐらいさ待ってて、最初はね9時半に動きますって言われてたけど動かなくて、次9時45分って言われて動かなくて、もうと思って猫に電話しにいる、デッキに行ってずっと猫と電話してて、そしたら動き出して、あそれが10時何分の10時過ぎぐらい夜の。そっからゆっくりゆっくり名古屋に行って、ゆっくりゆっくり関西を抜けて、ゆっくりゆっくり横山から広島。でも大阪ぐらいからめっちゃ寝てた。そう後ろの席でマイケルがへこたれてたから、マイケルに今日のこと思い出して、大好きなルナシーさんにサインもらったでしょ、今日のこと思い出して辛いけど頑張ってって言ってマネージャーさんと太いでマイキーをあの奮い立たせながら移動してました。そう大変だ。でももうへこたれそうだった私も。だってさもう
帰れるか分かんないって言われて、そう寒いし帰れるか分かんないって言われて、最悪どっかでなんか泊まるか新幹線でがもうガチでやばくて、あまりにも遅くなるようだったらホテルがなくなっちゃう前にどっかで泊まるために降りるかもみたいなことも言われて、そうと思って、やだもう泊まるための下着がないですとか言いながらでもなんとか寝なってよかった。でも駅員さんもすごい、だってさ、なんか相生で何かが故障してそれの復旧作業を今進めておりますとか言ってたんだけど、こんな寒い中さ作業してたの外でと思って、マイケルそんなにへこんでたなんていうか、もう列車の中の人全員へこんでたよ、うん、私ももうね絶望してた。だって遠征をさずっとしてさ、きつい朝から朝5時起きを3日連続ぐらいしてさ、やっと帰れるって聞いてきてこうだったから、うん、もう一生東京行かんと思った。行くけどいやでも駅員さんって本当に大変やなって思った。しかもこういう時にさ、駅員さんに何かを聞いても駅員さんにもさアナウンス以上の情報入ってきてないわけじゃん。だからどうしようもないし誰にもわからないから本当に大変だなって思いました。やっほー、東京嫌いにならないでならないけど、もう遠征行くためにメンタルやられるわって思いました。みんな大丈夫？寒波で広島でもこんな雪降ってる、だからやばそう日本海側とか。電車とか動いてないんじゃない？でも列車にいる人みんな疲れてて、なんかだんだんサラリーマンとかの人とかが周りで、最初はパソコンとかでカタカタしてたんだけど、だんだんネクタイ緩め、なんか足を広げ出して、だんだんみんなが乱れていくの、疲れて。それが面白かった。そう、隣の人のパソコンをちらって見たら運行状況ずっと調べてて、調べても変わんないのに、でも分かるよって思いながら、不安だよねって。そう、寝たり起きたり。凍結して家の水が出ない？そんなことあるの？大変だ。お昼ご飯食べれるよ、水じゃなくて。心配。今日は本当に、今日っていうか昨日今日は本当に大変な一日に、大変な日々になるですね。もうどうしようもないからね。
自然には勝てない。晴れてるけど広島は、晴れてるけど雪が超積もってる。昨日びっくりした、広島に帰ってきて寒すぎて、そう寒すぎてびっくりして、東京の時点で寒かったけど、が帰りさもう2時とか3時だったからタクシーしかなくって、でもタクシーもさ人がやばいから全然来なくって、超大変な超大変なあれでした、夜でした。今日の雰囲気良き。今日ねスマホスタンドが、ね、床に落ちててね、それをも拾い上げるのすらめんどくさくてここに置いてやってる。まあちょっと起きてホワホワして洗濯とかして一段落してからみんなに昨日のことを言おうと思ってつけただけ。すぐ終わるよ。お昼ご飯はどうしよう。携帯がねここにある、いつもはここにあるんだけど、ここにある。いやほんと気をつけてください。寒いよね。私だって昨日の夜帰ってきてお風呂入ってで暖房を32度パワフルにしても超寒くって、靴下履いて寝た久々に。気をつけてみんな。お疲れんこん。沖縄楽しみですね。そうね、楽しみだけど大丈夫？沖縄は雪とか降るのかな？降ってないか。沖縄、まあ、どういう気温なの？沖縄の準備しなきゃいけない。沖縄って季節は何？コートとかいるのかな？もうどうせさこっちから行くからコートはどっちみち着ていくんだけどね。近連行。でもなんだかんださ夜は寒そうじゃない？どうなんだろう。前沖縄行った時だから先月行った時も暑かったけど、昼は夜は結構上着いる感じだったよ。どうなんだろう、ちょっとわからないけど、まあどうせ私たちはあれだからライブハウスに行ってホテルに帰るだけだからまあ何でもいいんだけど、みんなはあれだよね、あの結構由々しき問題だよね。え、土日は最低9度で最高13度。え、沖縄普通に寒いんですけど。コートいるやん。全然コートいるよ。マフラーとかはいらないかもしれないけどコートはいるね。13度だったら。一人暮らしなのに電気代が9000円きた。あ、もう立ち上がるしかないね、それは。すごい。
張ろう。とりあえずみんな気をつけて、寒波に。私はクリスマスぶりの雪にちょっと興奮しつつもビビってます。新幹線があんなに止まったの久々だったな。一回止まったことあるけど、全然その日中に帰れたから、こんな遅くなることなかったから、まあ、帰れただけありがたいと思ってますけど、ね、電気代高くなってますけど、ケチらずに温まってください。皆さん体調崩した方がお金かかると思うんで、わかんないけど私はカイロを貼ります今から部屋でも寒いんだもん。バイバイ。お昼ご飯食べてね。私の新幹線ひょみけちゃん、な風来坊、風来坊なんて読むんだ、風来坊、下吉、ノリック、ガオー、ヒデブ、元気、フラペチーノ、きなこ、アルマサトリア、TMFM、タカ、カンちゃん、リョーニャ、アズ、イタキ、アオリヨシ、TJ、ツキウミタヌキ、ホアン、ありがとう。というわけで、じゃああったかくして、お昼もゆっくり過ごして、ゆっくり気をつけて過ごしてください。バイバイ。ありますと、福田はストーチ、サウナの飯はうどんで決まり。香川県出身のくちゃんこと福田あかりでした。バイバーイ。ありがとう。